昔のおもちゃシリーズ、リサイクル大進撃。ある晴れた日に、マサオは森の中でミミズを掘っている。ミミズを掘っているうちに、突然ある宝箱を見つけた。マサオは驚いてとても嬉しかった。わあ、これは何？すごい。ちょうどここを通ったおじいさんが見えた。へえ、それはわしのタイムカプセルじゃないか。懐かしいな。じいちゃん、じいちゃん、開けてもいい？もちろん、じいちゃんと一緒にこの箱を開けてみよう。それからマサオはおじいさんと宝箱を開けて、箱の中のものを持ち上げる。わあ、これは何？これはコマだよ。でもこのコマは虫食いだらけだから、もう使われないよ。そんな、なぜ壊れちゃった？泣くな泣くな。じいちゃんはこれよりもっといいのを作ってあげよう。そしておじいさんは新しいコマを作るために、釜で木を切るとき、急にどこかから大きな声で、待ってと叫ぶのを耳にする。それはリサイクル戦士という人たちだった。彼らは地球の環境を守るリサイクル戦士たちだ。何をしているのか、どうして木を切るのか。わしの孫マサオに新しいコマを作るため木を切るんだ。ダメだ、木を切ることなんてダメだ。そうすると地球は病気になるんだ。あーん、あーん、あーん、嫌だ、嫌だ。コマが欲しいんだ、コマが欲しいんだ。じゃあ、なんとかしよう。あ、あった、任せろ。ようこそリサイクルの手作り教室、欢迎来到环保手作小教室。刚刚是谁那么着急的来找我们啊？是环保战士们，他们想要请我们帮忙制作正南爷爷小时候的玩具陀螺。原来如此，那找我们就对啦。哎，等一下，你忘了吗？我们的师傅正在休息耶，没有他的指导，我们怎么可能做得出来啊？对吼，我都忘了，这样正南就没有办法拿到他的陀螺了耶。我想想啊，有了，我们可以请隔壁村的童玩小天才们来帮忙啊。对耶，他们不仅是做童玩的高手，同时还是环保小尖兵呢。没错，他们一定能够秉持着环保的信念，回收再利用，制作出好玩又有趣的陀螺。那就事不宜迟，我们赶快出发去找他们吧。在制作瓶盖陀螺之前，我们先进入这次的日语小教学吧。首先，陀螺的日文是コマ、コマ。打陀螺是コマを回す、コマを回す。接下来是材料的部分。第一，奇异笔。マジックインキ、マジックインキ。第二，牙签。つまようじ、つまようじ。最后是宝特瓶瓶盖。ペットボトルキャップ、简称キャップ、キャップ。学会了以上的单字，那我们就开始制作瓶盖陀螺吧。始めましょう。首先，先用着色用具将事先打好洞的瓶盖做装饰，画上自己喜欢的图案。装饰后，将竹签插入瓶盖上事先打好的洞，并调整松紧。这样瓶盖陀螺就完成啦。